では、国大学教授、名古屋大学高等研究院、客員教授の安部康郎先生より本ワークショップの総括コメントをお願いしたいと思います。先生の業績,業績を紹介するのはあまりにも時間が限られておりますので、すべてを紹介することは本当に不可能ですが、あの皆さんもご存知のとおり、安部先生は長年にわたり宗教テキスト学というテーマから中世日本宗教文化をあらゆる視点でご研究されてこられました。国際的な研究プロジェクトも 数多く行われており、日本宗教研究の分野を、一る最も重要な研究者の一人でいらっしゃいます。近本氏とは深くご信仰もあり、本ワークショップの企画においてもさまざまな点でご協力いただきました。この場を借りて一度心より感謝申し上げます。それでは、情景という主体を通じて近本健介氏の研究を思行する仏言葉、頭像の世界というテーマでお話をしていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 龍国大学の安部と申します、えー。それでは、あの、早速、あの、ま、画面をちょっと共有させていただきます、えー。簡単なパワーポイントを用意しておりますので、それをご覧いただきながら、まあの、えー、この総括コメントをあのさせていただきたいと思います。えー、今回、ま、2日間にわたりですね、えー、3つのセッション、そして階層を含む、ま、非常に、ま、重層的多元的な 形でしかもそれを近本健介氏の中世宗教に関する研究のその業績を念頭に置きながらですねそしてそれをさらに全て未来に向けてです、ね、我々がまああの共に進むためのという大変素晴らしい企画をまああの作っていただきましたです、ね、この「全近大ワークショッ しにあの宗教ワークショップの担当の皆様にですね。深く敬意を表したいと思います。そしてそこにまご参加しえま、様々な豊かな報告をいただいた方々、コメントを寄せてくださった方々そのあの皆様に感謝申し上げたいと思います。 でこの,、まあ、あの全ての成果をです、ね、私が総括するというようなことをとてもせ、まあえー、僭越ではございますけれどもただ、まあ、伺っておりますとやはりこれはあの皆さんの,この,あの近本先生への,です、ね、あのその業績研究へのリスペクトがいろんな形で反映投影されているということが、まあ、本当に伝わってまいりました。 そしてそこであの結果的にですけれどもあの寄せていただいた皆さんのご報告が、えー、実はあの近本氏が、えー、ずっと生涯ですね彼の研究の、まあ、いわばあの導き手ともなっていたそして大きな、えー、目標にもなっていた、えー、下脱帽条件という中世の,、まあ、あの偉大な学僧のですねその問題とすべていろんな形で、まあ、関わる。 こういうことが、えー、改めて、まあ、あの、えー、まあ、強く印象づけられました。で、そして、まあ、私自身も、えー、ちょうどこの、まあ、情景について、やはり、会の仕事を、まあ、いわば、えー、ある意味で引き受けながらですね、えー、共に取り組んできたところを、まあ、正面から、 まあこれはあの私が龍谷大学に移ってからの新たなまあ対象でもあったわけですけれどもそれに向けてですねあの進むということをまあそのためにまああのえ今日はですねえこのまあそうしたあの情景という主体そしてその表現、えー その,、まああの宗教世界ですね、それを通して、まあ、そしてそれは全て近本氏の研究に、まあ、あの関わるものでありますけれども、まあ、それをあの通して、まああのえー、この総括コメントに、まあ、変えておきたいというふうに思います。で、まあ、その、まあ、いわば、まあ、あの趣旨というか方向づけですけれども、まあ、このこの、えー この条件の,です、ね、あの生涯をかけて、えー、彼が求めました、えー、仏道そしてそのための修学、まあ、修行ですね、えー、こうしたものをあの彼の残したものを通して、えー、再評価を試みる、まあ、それはあの実は近本氏の研究でもあったわけですがその,、まあ、あの残された膨大な著作そして、えー、それに関わる儀礼や図像そして宗教空間 全体にわたるんですねそれはあの紛れもなく彼自身の信仰の、まあ、いわば、えー、奇跡として、えー、道筋として我々の前に残されております。でそれをあのどのように読み取るのかそして近本氏がですね、えー、この生涯にかけて、えー、研究して目指していたそれを、まああのえー、通してあの捉え直したいと。 いうふうに思いまして、まあ、以下ですね、えー、まあ要にも、えー、書きましたけれども、まあ7つの視点をま提示してみたいと思います。で、まあその前提としてですね、あのまあ、あの最もまあ,あの有効なアプローチがまさにあの彼が、えー、このあの最後に編長としてですね、えー、提示いたしましたその大きな柱である言葉、えー、仏図像 さまざまな次元にまたがって、えー、それらを総合的に展望しそしてこの総合的っていうのは、まあ、先ほどの学際的っていう言葉にもつながってくるわけですけれども、まあ、それがですね、えー、単にこの、まあ、分野共同というあ,の、えー、あるいは並べるというだけではなくて、えー、情景という存在のですね焦点にした時に、えー、彼に関わる記憶とか伝承 説話そういったものまで含めて、えー、それをあのどのように、まあ、読み取るかですねそしてそれは、まあ、テクストを解釈するっていうことになるわけですけれども、まあ、それをあの再検討してみるという試みですねそれをあの実は、まあ、本当にあの20年以上前にですねあのこれも共同研究の賜物ですけれどもあの取り上げたのが、えー、の対象として取り上げたのが春日権現元気へ。 というでであったわけです、まあ、その成果先ほどからも何度もですね元取、まあ、さんを通して紹介されておられたわけですけれどもこの、まあ、共同研究の中で彼がまさにこの春日後原元,元気のこの焦点として取り上げたのが、えー、情景であったわけですね。で、えー、その,、まああのことを私どもも、まあ、ずっと受け止めつつですね、えーまあ、あの彼があの情景研究を、まあ、何と言っと。 研究その宗教世界の解明ということとあの絡めてですね、常に行ってきたということを承知した上でですね、私、まあ、名古屋大学をから龍谷、まあ、大学に移り、でこの愛禅をして彼は名古屋大学に私の後任として宗教テクスト学の研究をですね、展開していったわけですけれども、私はこの龍谷大学で、まあ、それ以前からの交流はあったわけですが、 改めてですねこの情景という存在に再び出会い直した、まあ、それはこの龍谷大学の楠、えー、木淳翔教授のですね、えー、この発想教学からの情景のこの論議、まあ のテキストの研究ですねそれがまさに情景という学層のまあ中心、まあ、あの始まりであり終わりであると言っていい、まあ、それをあのまあ生涯かけて追求されたのが楠木教授であるわけですが、その探究の中で、これもやはり共同研究でえ、彼のパートナーというべきえシンクラシーとですねえ、共に発見した東大寺図書館の、えこれは宋庄証人が名付けた、完全音菩薩観音賞という情景の 初めてですね現れたこの,あの新しい著作ですね、えー、タイトルがない、えー、著作であったわけですが総書がこう名付けたこのテクスト私その仲介をですね、えー、こ,こで読ませていただいて、まあ、本当にあの驚いたというか、えー、大変なあの衝撃を受けましたで、えー、これこそはまさにあの情景のその,、まあ、あの信仰表明であるそしてメッセージでもある悲門である 秘密のテキストでありそしてそれをですねあの、まああのえー、より広くさまざ、あ、まなところへつなげようとするそうした企、まあ、てをですね持った実に、まあ、豊かな。 テクストで、で、これを早速私は、その、楠、えー、木先生たちのこの協調を取り上げてですね、あの、より広く、まあ、様々な人々と共に、これは、あの、思想史や美術史ですね、そういった、えー、方々と、まあ、文学ですね、そういった、いう、この、諸分野の、この、研究者に、えっ、ー、と、共に、まあ、共同のセミナーを、 でそれをまあ今本にまとめているところですが、えー、近本氏も当然これに加わってもらいまして彼の,まああの残した最後の仕事の一つもこの中に含まれるということになります。 で、こうした、まあ、あの情景研究への私のですね、まあ、改元と言っていいわけですけれども、まあ、そこで導かれた中で、まあ、私が、あの、この情景について、まあ、あの、近本氏の研究を通してなんですが、この、あの、問題とする、このいくつものをですね、ポイントというもの、 ここに、まあ、それを簡単に挙げてみましたけれどもあの用紙の方にもそれを多少詳しく書いてございますけれども、まあ、この,あの、えー、条件を捉えるためのです、ねまあ、問題提起。 というべき問題ですね。これが、あの、課題が、あの、いくつも、あの、まあ、あの、私にとって、まあ、極めて、これまで自分が研究していた中世の宗教テクスト研究の、まさに焦点として、こういった、あの、まあ、それぞれの重要なですね、あの、人物の、まさに主体を通して、そして彼の、まあ、テクストを通して、えー、現れてくる。 それも単に文字の著作だけではなくて、条件の場合には、説、ま、話、あ、伝承から、あるいは宗教空間全体にわたる極めて大きなスケールですね。で、それがそれぞれ実は今回のワークショップの皆さんの報告にみんな関わっているわけです。例えばセッション1のこのドライアンさんの中世大使伝、あるいはエデンのその演技、いつく演技、 という、この問題を、まあ、私そこでコメントさせていただきましたけれども、実はこの、まあ、本日衰弱説や演技説の根幹には、条景の人義公式が大きくですね、まあ、引用されて、まあ、あの、それがむしろこういう形で生きているということがわかる。 あるいは本井さんのコメントで触れられました、えー、清涼寺の社迦のこの、えー、伝来や演技についての、まあ、言説あるいは認識についても、条件が関与するという伝承があるわけですね。えー、これは笠川権現気に出てくるところですけれども、そしてセッション2の 川崎さんのこの修験世界のいわば儀礼、えー、を通した創生の問題、中世資源主験の演技説の形成は、この霊山演技の修正という形で、えー、形成という条件の影響を深く受けた、まあ、あの格闘がまあ営んだものが、まあ、大きな、いわばあの基準点になるわけですけれども、これを用意したのはですね、その形成に影響を与えたのは、笠木における、まあ、条件の その、まあ、一大の峰という歴史世界のそういうまあ可愛であったそして、えー、さらにあのこの階層の中でですね、えー、サンダース・ が、えー、船らえました現状三蔵絵とまあ、そして笠間権現元気というこの2つの合わせ鏡のこの、まあ、あのモニュメンタルなこの、えー、南都における縁起絵巻あるいは電気絵巻はまさに全てがこの情景が登場するだけではなくてその根幹根底に大きなです、ねえー、いわば基礎を築いてその上で成り立ったあの、えー 記念史的な絵巻であるということが明らかになっているわけですね。そして、まあ、あの、アメリカが、えー、報告いたしました。この配送とと,ともに、えー、まあ、あの、資論を提示しました。ハーバードのナムブツ大使。この、まあ、共同研究を常にリードし、まあ、あの、そして私どもも共に加わって、まあ、その中で見出されたのが、この、そのナムブツ大使像の、この根底に。 ですね。あるのは、実は、情景の聖願であった、というですね、えー、ことの、ま、新たな発見であったわけです。まあ、これを、彼と最後の段階で共有できたことは、我々にとっても大変、まあ、あの、まあ、ありがたいことだったと思います。 そして、まあ、あの、セッションさんでの、ケイメズ先生のご報告。そして、えー、ケイメズ先生にはですね、えー、本来、あの、まあ、私はタリン以来のでお目にかかったわけでございますけれども、そこでタリンでは、近本さんと本当は一緒でですね、共に採用をめぐって語り合うということに、まあ、なっはずだったわけですが、まあ、あの、それはこういう形で、実は改めて実現したと。そして、そこで、あの、まあ、結衣巻きを、 のこの獣油といいう、まあ、あの大変興味深いです、ね、このあの中世の宗教文学の根底にある、まあ、その問題ですがおそらくこれはあの私よりも彼が聞いたらもっとですねこの,、まああの大きな豊かな反応が、まあ、あの返ってきたに違いないと思いますが彼が実はずっとこの探求していたのはまさに南東におけるこの結衣麻教音に基づいた結衣前 という放映のそのそ世界ですねこれが、まあ、あの彼のこの,あの、えー、これは情景とも関わりますけれどもあの深くです、ねあのえー、この宗教世界を探求する、まあ、その、まあ、座標というか、えー、基盤にあった世界でございますそこと、まあ、今日のこの議論された問題とはおそらく必ずですねクロスされているだろうというふうに思います。 まあこんなふうにですね、あのそれぞれをこう、まあ、あの私なりの視点から取り上げてみると、今日の皆さんのご報告は全てですべ、ね、て、そこに皆つながってくるということをです、ね、あのまあ、あの情景というこのキーパーソンを介して、まあ、浮き上がってきたというふうに思います。 で、えー、その上で、まあ、改めてですね、あの、近本氏の研究に導かれながら、まあ、情景とその時代、あるいは彼が果たした、そういう役割ですね。それが、まあ、あの、中世の中での巨大な、この動乱と変革の時代において、まあ、あの、彼が成し遂げたもの、そして、そのようにおめぐる記憶、そして、えー、今に、まあ、残される多くのですね、えー、遺産、 というものが、まああのえー、著作を含めて、まあ、あるわけですが、えー、それは例えばここで挙げた笠木曼荼ですね、えー、その笠木曼荼のこの,あの霊物である弥勒そして情景、えー、が発願して建てた十三重の塔般には保塔ですがそして、まあ、雷道といったようなこの宗教空間そしてその中でですねあの実はあのこの本尊の弥勒を、まあ、仰ぎ見る老僧が描かれているのは ほとんど、まあ、気がついた方をおられないかもしれませんが、これが実は情景なんですね。えー、ということで、まあ、この、あの、かすぎマンダーという、この、あの、まさにかさぎの宗教空間を見事にかたどった、この、まあ、あの、商品ですが、素晴らしい作品は、実は情景の記憶と,とともにですね、あの、想起されるという、そうした、まあ、あの、大変、この、まあ、印象深い作品ですが、 この条件は、あの、よくご存知のようにですね、えー、法然と戦場念仏を批判する、えー、幸福寺尊上という幸福寺を代表する、まあ、あの政治的文書でもある、その起草者。 というまあ、これが、まあ、ある意味で一番有名ですし、まあ、浄土教、えー、諸派にとっては、まあ、天敵というべきです、ねあのまあ、人なわけですけれども実は彼ほど、まあ、そ,のあのそうした浄土教や三田の,の,の極楽往生の問題について深く、えー、施策を巡らした人もまたいなかったそしてそのことを含めて全ての信仰をこう、まあ、統合するです、ね、そういう方向を目指していた。 えー、そして、その基盤となった、まあ、あの、教学の有識論議のですね、そういう研究書、あの、えー、膨大な、まあ、残されているわけですけれども、それはまた、あの、ク、え、ソ、ー、先生のような専門家でなければ読み解けない、そういった、あの、ある意味で限られた側面しか、まあ、我々にはですね、知られなかったわけですが、しかし、まあ、近年になってですね、えー、特に、まあ、条件の公式の紹介が、まあ、あの、2000年に行われたことが、 大きなまた一つの活気だと思いますけれどもあの産物上昇というものをはじめとする多くの衝動文集先ほどの如意賞もそうでありますがそういうものが残されていてこれらがまあ次第に紹介され読み解かれていったこの,あの中でですね、えー、このなんと広くはまあ中世の仏教全体において条件が果たした巨大な役割というものがまあ想起されるようになってきた。 で、えー、それは政治的、歴史的に、この、まあ、南東におけるゴトバイ院の時代ということでですね、えー、その、まあ、あの、彼は、最後のそのゴトバイ院の昇級の乱まで生み届けることなくですね、あの、まあ、亡くなったわけでありますけれども、まあ、この浅木の弥勒を移した王道の魔改物。 これが、まあ、今笠置が戦乱によって失われたまる、あ、でバーミヤンみたいなものですがそれはちゃんと情景に関わってですねこの,あの室の入り口の王のに残されているわけですね。そして彼自身は晩年笠木から海戦時 にまあ移りましてでこれもまあ近本氏が印象的な仕事を残しておりますが彼の,まああの、えー、このキエスの本尊が弥勒からさらに観音へとですね、えー、移ってそして観音の百田楽浄土への往生を希求する、まあ、そのための葬儀屋としての海上戦時をですね、えー、作るということをまあ通して海路理想がまあ実現されるということになったわけですね。 でえー、そういう中でこの、えー、この情景のですね、えー、残した膨大なこのテクスト、まあ、その、まあ、一番代表としてよく知られているのが「愚、えー、名発信集」でありますけれども、まあ、この「愚名発信集」の土台となったいくつものをですね「えー、消息の言葉」あるいは発願「骨眼文 といったような、あるいは気象上といったような、同、え、心、ー、つまり発菩提心を祈るんですね。そのための、まあ、彼自身のこの信仰表明としての様々なテクストが、まあ、膨大に積み重ねられて、その上で、この、まあ、愚名発心集が、まあ、一つの、まあ、あの、法語としてですね、あの、立ち上がってくるわけです。 でこうした彼の骨盤を含むです、ね、あるいは表脈を含む、まああのですか、公式をも含む多くのこの,あの宗教テクストはです、ね、等しく仏師、情景自身のわ、まあ、我、そしてその我から我らへの、一血中へのです、ね、呼びかけという形で、まあ、極めて、まあ、主体的、能動的なメッセージとして、まあ、作られているということが、まあ、読めば読むほど明らかになるわけです。 でえー、それはまあ彼の有識教学の入門書、信用書でも全く同じことがです、ねえー、言えるのであってです、ねえー、この中で大変興味深いのは例えば、そこで対話的なあるいはえ何らかのある例えば、このメイドエンマのです、ね、裁きの呵責の言葉というようなものを彼自身がいわばそのエンマになりきるような形で,です、ね、あのまあ語り出す。 というそうした。まあ、非常にアズシュまあ演劇的劇的とも言えるですから。情景のテキストは実は能のあのいわば土台素材にもなっているくらいであります。けれども、もまあ、そんなテキストがですね、えー、このまあ、非常に特徴的であります。で、そこでまあ改めて想起されるのは彼がまあ、あの注釈仲介でも。えー 大正に取り上げた春日語源玄慶の中の情景を主題とする一節がまさにこの春日の神が情景についてですね、えー、この託戦を下すだから情景の口から春日の神の託戦が語られる。 そして、えー、訪問が解かれ、あるいは歌が、あるいは今ようが歌われるというですね、えー、極めてこの、えー、南東における芸能と深いつながりを持った情景の、この単なる宗教テクストではなくて、まあ、あの春日若宮のこの斜藤芸能にもつながるようなですね、そうしたあの、えー、語りが、作戦を通して、えー、示されるということになっている。まさに、あの神仏になり変わって、自ら表現したいとなっている。 まあ中世の宗教テクストの,あの、まあ、作り上げられる秘密を条件は体現しているのではないかと思われます。でそういったまあことがですね実は、えー、無重の写積集をはじめとする中世説話集の中で、えー、条件がやはり神との交信、えー、交渉 こういったものをですね、あの、盛んに行う。ただ、面白いことは、この、えー、斜集においてはですね、大神宮のことという、まあ、有名な大六天魔王神話を語る。その、まあ、あの、話から初めて、上京の大神宮三景。つまり、あの、これは、えー、あの、数がではなくてですね、伊勢三宮の、あの、話が中心になっているということで、これは、 あの、先ほどのカスガ語源元気へのカスガの作戦、上、え、京、ー、の自らの口を通してカスガの託戦が下される中ではですね、異性の三宮は、 あるいは伊勢からの託船は半ばは魔界の処理であるというふうに情景が最も恐れる魔界まさに大六天魔王の、ね、世界に取り込まれるというようなそういうあの危惧さえも含まれてこの、えー、春日と伊勢の両方が情景、まあ、自身はこの両方の神をですね、えー、共に並べて祀るあの神義公式もそうですがそうした、まああのえー、彼自身のこの、えー、日本中の神を統合するです、ね、そういった、えー、方向の中で 説話伝承が。 極めて興味深いその位相の違いを示しているということですね。えー、最終的にはこれが太平記の、これは能の第六点の元になったあの説話でありますけれども、まあ、そこで、ああ情景の三宮は、まさに魔王の企み、えー、たぶらかしをですね、えー、彼自身が監督する、そしてそれが尊世によってまあ避けられる、遂げられるというようなですね、そんなまああのえ話にまでつながってくるわけです。 さてまあこのような形でまあ私がお取り上げ紹介した条件の問題のほんの一端にすぎませんけれどもですねそれが示唆するところは中世日本のこの宗教世界というまさに驚くべき多様性と底知れぬ豊かな謎に満ちた対象、まあ、その対象のまさまざまここでですね実は、まあ、あの大きく明らかになっていたわけですけれどもまあこの あのえー、この世界をですね、あのどのようにこのあの、まあ、あの明らかにするかということを近本氏はと、まあ、挑んだと思います。それに触覚されてです、ねえー、これらのその対象のこのテクストをどう読んでいくか、そしてそこから何を導き出し、次のさらなる探求にです、ねえー、向けていくのか。 まあそれを、まああの、様々な視点から、まあ今回示されたようなんですね、えー、そこで、まあおのずから照らし出されるというのは、まあまさにこういう世界、中世の、まあ我々と異なったそういう世界、これは人類学も基本的に同じスタンスだと思いますけれども、そういう対象から逆に我々が照らし出される、学ざされるものであろうということですね、それを、まあ,あ、情景自身の潜みに習って、そこで、 改めて実感するということになります。でそれは、まあ、あのおそらくあの近本氏も、まあ、基本的に共有していたであろうと思いますが、えー、このような世界を全てさまざまな位相のテクストとして、えー、捉えるというです、ねえー、この私と近本氏が共有しました宗教テクスト学という、まあ、アプローチ。 そのまあ対象として、ああ例えば情景をいかに解釈するかという、その方法論をまあ実践するということですね、それをまああの私自身、まあ自らに課したわけです。でその ことはまあ私だけではなくてもっと広くまあ共有されている方法になっているかと思います。そのまあ最もまあ豊かな対象となる世界が中世宗教のまさに多様な世界であった。そしてこの世界をですね、どう捉えるかは、例えば、教典というような聖典だけをですね、一元的にまあそこからまあ同心円上にえ展開するようなまあ単純な 構ではなくてむしろです、ね、絶えず、まあ、あのそしていくつもの焦点局、えー、を持ったです、ね、多元複合的な、まあ、あの存在でありまたそれは絶えず、まあ、変化変装する変容するものである。 ということと同時に常に相互に交流や交渉、時にはコンフリクト対立構想となり、あるいはまああの包摂しようとするような、そういうまあ動的な関係性のもとにまあ生成するものだっていうふうにまあ受け取られるわけです。そして、ああそれを私はあの今、だからこれまでの単純な宗教テクストという呼びああ名ではなくて、あえてですね、 関宗教テクストというふうに、まあ、あのインターテクスチャリティのこの、えー、研究を介してですね読んでおきたいと思います。でその,、まああの「関宗教テクスト」という発想の発端はまさに、えー、近本氏と共にですね、えー、行った探究の中で、えー、ハーバードの「南部大師像」のこの謎に、えー、取り組んで そして、まあ、その、えー、解読と解釈のその好みの中で生まれたものであったわけですけれども、そしてそれは、まあ、そのあるテクストを決して固定的に、まあ、あるいは政治、えー、的に捉えるのではなくて、常にそのコンテクストと、まあえー、追求、探求の中でですね、えーこのまああの、捉えていこうと、そういう、まあ、思考であるわけですが、それは今も、まあ、私の中で生き続けて、えー、いる。 そういう形で近本氏の研究を私にと、えー、っていき続けているというふうに言えると思います。えー、今日はあの皆さんの,あの、えー、この非常にまあ豊かなですねあの、そして多くの可能性をです、ね、提示したさまざまなあの、えー、報告と議論、えー、それを、えー、受けたまって、私自身もまさに皆さんが、えー ような国際的国際的なそのつながりを具体的にま実践してみたい、まだまだあのやってみたいというあの希望を大いに持つことができました。その感謝の言葉をもって総括コメントを締めくくりたいと思います。ありがとうございました。先生ありがとうございました。大変貴重な総括コメントあのありがとうございます。 近本先生の条件,条件に対するご研究から2日間にわたる発表へのつながりまたは漢宗教テキストという日本宗教研究の方法論を示していただき本当にありがとうございますこの2日間にわたる皆様のご参加により改めて近本氏の研究者としての中世日本宗教世界の理解への多大な貢献 またこの2日間のワークショップを参加していただいた皆様とのつながりから近本氏自身の人間性を再確認することができたことを深く感謝しております。